ウソト君。先輩はカズキとここにいてください。僕はあいつを抑えます。来い、殺してやる。ウソト君、気をつけて。変幻自体か。でもたとえ攻撃が返されたって治癒魔法でなんとかなる。攻撃が返ってこない。魔力切れか。なんで。驚いてる。まあとにかく食らえ。残念、本命はこっちだ。こんな死ね。死ねと言われて死ねるかよ。気がついたか。どうなってるんです。ひょっとしてウサトが俺の傷を。私たち二人の命を救ってくれたんだ。そして今はあいつと戦ってる。しょっさあどうする。何が起こってるんですか。あれほどの脅威だったあいつの攻撃が聞いてない。ああ、なぜかウサト君に対しては受けた攻撃を返す反転の魔法が機能していないようだ。それにどうしてウサトはずっと治癒魔法をまとっているんですか。自分の傷や疲労を治すのは分かりますけど、うん、あれじゃ攻撃のたびに敵の傷まで治して。まさか黒い騎士の弱点は治癒魔法。傷つけられることで発動する魔法は治癒魔法をまとった攻撃を反転できない。なぜなら返すはずの傷は受けた瞬間に治されているから。じゃあ今黒い騎士が受けてるダメージは。ウサト君の純粋な打撃だ。傷は残さないけどただただ痛い。めちゃくちゃだ。なんて間違った治癒魔法の使い方なんだ。嘘だ。この僕がこんな。お前だ。ウサト、カズキ、目を覚ましたのか。よかった。ウサト君、心配いりません。次で仕留めます。仕留める。あいつがどんな魔法を使っているかなんて知ったこっちゃありません。僕のやることは変わらない。あいつが誰も傷つけられないようにする。必勝の治癒パンチ。